ら辺で顔が見切れちゃって朝ごはんのためにファミレスに入ったの。おはようございます、ともレオです。おはようございます。今日はですね、すでにちょっと朝なんですけれども、病院に行ってきて、ちょっとご飯を食べて帰ってきたので朝食はもうね、実はもう済んでいるんですね。なので、まあ、コーヒー飲みながらちょっとゆっくりしたいなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。前回ね、ここら辺で顔が見切れちゃって、ってちょっとなってました。動画を上げてから気づいたので、ちょっとね、対応するのに1日ちょいぐらいかかっちゃったんですけど、アップした動画を後でその切り抜き編集とかできるので、それでその部分だけちょっとチラッとしてるところだけカットしました。はい、普段ね、結構気をつけてはいるつもりなんですけど、いつもね、朝ごはん食べて、で、その後に動画を編集しているので、もしかしたらまだ半分寝ぼけてたのかもしれないですね。風邪がね、ちょっとまた咳が出始めちゃって、で、なので早めにね、まだ喉の痛みとかないんですけど、早めにちょっと咳止めをもらってきました。ちょっとその薬まだ飲んでないからそれも飲むか。
近と会ってなかったあら、あの8月の頭ぐらいにちょっと僕咳してて、それあの治るのにね2週間ぐらいかかったんだけど、もしかしたらちょっとそれに近いような、うん、あの時はでもちょっと喉がね結構痛んで咳のしすぎで、だから今はまだ咳もちょっとなのね、ちょっと咳が出て、でも全然喉痛くないから、そのまあ、まだマシなので全然、うん、これぐらいで収まって落ち着いてくれたらいいなっていうふうには思ってんだけど、もしこれでひどくなったら嫌だなと思ってちょっと早めにね今回は病院行ってきて、うん、まあ、この時期ねやっぱり季節の変わり目だからどうしても風邪ひきやすいっていうのと、なんか聞いた話によるとさ、もうインフルエンザの、ねえ、なんか話聞いたりとか、ちょっと怖いよね。早いよね。だってまだ暑いしさ、暑いっつって、こんな、長袖ね、これ着ちゃってんだけど、サマーニットなのかね一応これ、うん、これはねあのセールで安かったから買っちゃったんだよね。ちょうどほら夏物のさセールとかがやってて、で僕よくねドット ST とかのサイト見るんだけど、服欲しいなと思う時、そこでたまたま見たやつで、夏始まる前に買って着心地良かったなっていうその半袖があったんだけど、なんか化学繊維みたいなので、うん、すぐ乾く T シャツみたいな、 T シャツじゃないんだけど、うん、きれいめな半袖があって、でそれいいなと思って同じような素材もないかなと思ったら、同じシリーズで、白の T シャツとあと襟付きのシャツが出てたからそれを買ったのね。でなんかそれと同じお店でニットも安く売ってたからまあ一緒にと思って買って、うん、でだからね今すごいね今すごい暑いんだけど、もうちょっとしてまあ20度前後ぐらいになってきたらちょうどいいかなっていうそういう感じはカーディガン持ってなくて、なんかね前多分持ってたんだけど全部捨てちゃったんだよね、うん、カーディガンっていうかなんだろうな、一応カーディガンなのかな、ワイシャツとかの上に着るような薄手のタイプで、丈も短めのやつかなは持ってたんだけど、全然着ないから処分しちゃったんだよね。うん、いやファッション系のさそういうその商品のさ入れ替わりってさ
気温がさ、毎年この時期にこのぐらいの気温になるだろうなっていう想定でさ、もうかなりその前もってさ、予定立てて作るじゃない。だから9月のさ、この頭半ば、うん、まあ、9月がこんなに暑いとは絶対思ってなかったから、うん、ってなったらもうあらかじめさ、9月こんな暑いっていう風に分かってたらさ、まだ秋物とか売らなかっただろうし、うん、ちょうど今ぐらいから秋物出てもいいんじゃないかなっていうぐらいだよね、きっとね。うん、だってだいたい、まあ、8月で夏物だいたいその、まあ、セール入って、でも8月の半ば後半ぐらいには秋物が入ってきて、で本格的にあの9月で入れ替わって、で10月からも秋物だけで、だんだんもっともっとさ、暖かい服増えてきてっていう流れじゃない？うん、だからどうなんだろうね、秋物ってやっぱり服欲しいなって僕は思っちゃうんだけど、何せ着れる期間が短すぎるから欲しいなと思ってもなかなか着ないかもって思ったら、ちょっと高い服とかさ買いにくいよね。飲んじゃった。ちょっとアングル変えるか。よいしょ、こんなもんでいいかな。せっかくだからチョコ持ってきた。よいしょ、じゃあいただきます。なんかピントが、暗いかな、ちょっと。うん、まあいいや、いただきます。チョコ食べるとさ、めちゃくちゃ喋りにくいよね。うん、チョコ食べながら喋るの苦手だな。ちょっと寂しい、ちょっと寂しいかな。トロに行ってもらう。そう、今日朝病院行ってもう9時、病院開いてすぐ行ってきて、で見てもらって、その後に銀行にちょっと行かなきゃいけない用事があって、でずっと行こうと思ってたんだけど全然行けなくってさ、まあ、せっかく外出たしと思って銀行行って、で用事済ませて、でその後に、まあ、せっかく外出てるから外で朝ごはん食べようと思って、うん、朝ごはんを食べにファミレスに入ったのね。そう、朝飯をさ、そうやって外で食べるのって結構好きでめったにしないからさ、そういう外で食べる朝食って結構特別な感じがして好きなの。うん、でファミレス入って、でそしたらさ、
お好きな席お座りくださいって言われて、で席探してて、で結構さ朝のファミレスとかもさ人多くて、ファミレスで仕事する人とかもいるから、うん、結構そのだから基本4人掛けと2人掛けの席しかなくて、で2人掛けの席がねもうほとんど埋まってたのね。で4人掛けの席も空いてたんだけど、さすがにさ1人でさ4人掛けの席にねファミレスで座るのって迷惑かなと思って、うん、まあ、まだ朝だったんだけど、もうすぐちょっとほらお昼の時間にもなりそうだったから、どのぐらいいるか分かんなかったけど、そう2人席の方がやっぱり安いかなと思って、そしたらお店のね奥の方に2人掛けの席があって、でそこに座ったの、うん、そしたらなんか変な感じするなと思って、なんか落ち着かなかったのね、うん、まあでもとりあえず注文しなきゃと思って注文して、シーザーサラダ、サラダとなんかパン、うん、頼んで、で頼んだ後にあっと思って気づいたのが、まあ、まずねなんかちょっと変な匂いすると思ったのなんかなんだろうね、うん、なんかちょっと臭いなと思って、もうその匂いの元は結局分かんなかったんだけど、うん、水回りの匂いなのか、その壁の端っこの方だからちょっと髪臭かったのか分かんなかったんだけど、ちょっと匂い気になるなと思って、でもう一つがふって見たらもう業務用のでっかいエアコン、天井にはめ込まれてるタイプのあのエアコンがもうちょうど斜め上、ちょうど斜め上のめちゃくちゃ近いところにあって、もうその風がもうね直接来るのこっちに。で業務用だから結構風も強くて、その後の伝票とかもその風で飛ばされちゃいそうなぐらい、なんかそのぐらいの風で、で咳してるじゃない。でそういうさ風ってすごいなんか喉に刺激になるじゃない。だからねうわなんか席移動したいなって思ったんだけど、もう注文しちゃった後だからもういいやと思って、うん、いやでも2人席がもうそこしかなかったからもう注文する前だったら移動してたかも、うん、いやそういう時になんか席ここなんか座るの嫌だなっていう席を座る前に気づけるかどうかって結構個人差あるというか、あここはやめといた方がいいってさ気づける人っているじゃない。そういうなんか周りを見る力というかその察知するセンサー持ってる人ってすごいなって思うよね。僕もどっちかっていうと気にする方ではあるんだけど、注文しちゃった後だったからね、うん、まあそんなに長いしないだろうって思ってたんだけど、うん、飯食べてすぐ出てくるかなと思ったけど、ファミレスだったからドリンクバーついてて、まあ2杯ぐらい飲んで帰ろうかなっていう、うん、まあ、特にその仕事できる道具とかも持ってなかったから、もうスマホと、うん、もうほぼスマホだけ、カバン持ってたんだけど、うん、特になんかなかったから、うん、結構ねその電車とかバスとかその人がたくさんそのいるところは結構
周り気にするの、あこの人の近くにいるのちょっと嫌だなって感じたらすぐ移動するのね、そういうのはもう我慢しないから、なんかこの人嫌だなとか気になるなって思ったら移動するようにはしてる、だそのためにもあんまりその電車、バスはもう全然動けないけど電車だったらあんま奥の方行かないとか、中央の方ってさ出にくいからさ、なるべく僕は入り口の近くに立っちゃうんだけど、席座る時もそうかな、なんかよほどなんかやばいやばそうだなっていう人が座ってたら近くには座らないけど、まあ多少ちょっとなんかなんだろうね、まあ怖そうな人というか、なんか そういう怖さじゃないんだけど、なんか暴力的なとかそういう怖さじゃないんだけど、なんかちょっと萎縮しちゃうなっていう人っているじゃない、でもそれぐらいだったらまあ大丈夫だろうと思って座ったりとかするけど、もう明らかにその場所を取ってますとか、もう こういう感じでもうなんか足広げて座ってますとか、まあ、そういう人の近くにはいないかな。まあでもご飯もね美味しかったし、朝からサラダ食べれてよかったし、なんかね和食と洋食があったんだけど、なんか目玉焼きセットか洋食だとね、目玉焼きセットか和食だと鮭で、なんかどっちもあんま食べる気しなくて、だからサラダにしちゃったんだよね。なんかねそういう朝食食べるところでさ、目玉焼きがメインですとか、ベーコンハムドーンっていうのね、なんかちょっとなんだろうね、食べたいとあんま思わなくて、そうでサラダにはそのトーストかフレンチトーストか、まあなんかいろいろねミニサイズのやつがつけられるようになってたのね。そうだから、久しぶりにフレンチトーストを食べようと思って食べた。美味しかった。トーストはな、なんか米田コーヒーでさ、コーヒー朝頼むとさ、トーストをサービスでもらえるから、まあいいかと思って。そう。コメダコーヒーのモーニングでさコーヒー頼んだらトーストついてくるの、あれすごいよね。近くにあったらもう毎日行ってもいいぐらい。しかもさトーストにさ乗せるやつ、バターをトースト、何もないトーストをバター、オグラが選べて、オグラ乗っけてもね確か追加料金かかんなかった気がするんだよね。あれすごいよね。コーヒー1杯500円か400円でしょ。朝ゆっくり、ね、ああいうところでコーヒー飲んでオグラトーストを食べるだけでもかなりね朝楽しいと思うんだよ。僕行くとき大体朝飯食べてから行っちゃうから、トースト出てきても何も乗せないやつ
何も乗ってないやつ頼んじゃうんだけど、お腹空いてたらね、小倉トーストも食べたいなって思う。コメダコーヒーって名古屋なのかな、ちょっとわかんないけど、でも小倉トーストって名古屋だもんね。体調っていうか、まあ喉はこんな感じでちょっと喋りにくいというか聞き取りにくい感じになっちゃってるよね。若干その扁桃腺あたりに違和感感じてて、うん、ちょっとやっぱ咳する、そんな感じだ。もうね、また風邪かって、また風邪なのかって、もうね嫌になっちゃうよね。せっかく治ってさ、治って1ヶ月経ったぐらいだと思う。うん、経ったか経ってないかそのぐらいだよ。風邪ひきすぎだよ。まあでもおかげって違うな。うん、まあ朝飯ね、外で朝ごはん食べれて、ちょっといつもと違う朝が過ごせて、うん、楽しかったということにしておこう。うん、で普段のさ、その朝の流れってあるじゃない。朝起きてその身支度してご飯食べて、まあ、どっちが先でもいいんだけど、うん、で職場行ってってさ、だいたい30分、早い人だと30分ぐらいで済ましちゃうのかな。僕は1時間以上多分かかっちゃうんだけど、うん、でもさ、その中でさ、その時間内に済ませようっていうのが多いじゃない、朝の過ごし方って。だからそれよりも普段よりもちょっと30分早く起きて、でご飯とか食べる前にも先に身支度しちゃって、でいつもよりも30分とか、30分じゃちょっとあれだな、食事の時間30分として、その30分前に出る。うん、だから普段家出るのの1時間ちょい前ぐらいに出て、で外でご飯食べてっていうのできたらいいよね。なかなかできないんだけど、うん、もう絶対にこのお店で朝ごはん食べる、このお店行ってこのメニュー食べるって決めたらできるかも。うん、難しいな。いや、朝もう早く動くのとか結構、だったら早く寝たいって、ずっと寝てたいって思っちゃうもんな。でも気分転換には絶対になるから、朝も最近涼しくなってきたしいいと思うんだよね。うん、ああやだなって思いながら過ごすか、早めに朝外出て美味しいご飯食べようっていうのか、いやだったら美味しいご飯食べようの方が絶対楽しいよな。うん。まあ気が向いたらちょっと一回やってみたらいいんじゃないかな。うん、一週間に一回とかそういうのできたらいいよね。うん、毎週この曜日は朝頑張って起きてすぐ家出るんだ。難しいな。僕そういうのね、やりたいなと思っててやるんだけどね、絶対続かないの。でもやってる時はね、すごいね充実した感じがしてね、楽しいの。うん、
で充実して楽しいっていうのが分かってるからやりたいんだけどね。まあ体調も朝それぞれだからね、無理しないように楽しむのが一番いいんだろうね、きっとね。うん、一番いい朝の過ごし方ってなんだろうね。でも簡単にできる過ごし方ではあるよね、そうやってね、早めにね出てさ、あのちょっといいコーヒー屋さんカフェ入って朝ごはん食べるの。まあ全然スタバでもいいんだけどね、スタバのサンドイッチとか美味しいし、ラップサンドとかね、あの野菜いっぱい入ってるしさ、タリーズ、あとなんだろう、タリーズ結構ご飯あるよね。あとフロントってまだあんのかな、最近全然見ないけど。でも朝早いイメージないな、フロントって。場所によるか。フロント星野、星野なんてもうほとんどないけどね。フロント探すより大変かも。星野コーヒー入ったことないんだよな、一回入ってみたいな。あとなんだろうな、もう大体そんなもんだよね、カフェ。あ、エクセルシオール、あとなんだっけ、なんだっけな、すっげえタバコ臭い喫茶店あったんだよな、忘れちゃった。大学の近くにあったんだけどね、僕が通ってた。いや、タバコ臭いの嫌だな、朝からな。ただでさえタバコの匂いなんか嫌だから。まあまあ、いろいろあるから。どこもね、サンドイッチ美味しいよね。カフェのサンドイッチはどこも美味しい。なんかそう思ったらサンドイッチ食べたくなってきたな。あとでパン屋さん行ってサンドイッチ買っておくかな。サンドイッチというか、なんだろうね、なんかあるじゃない、ちょっと横長のやつ、横長のタイプのサンドイッチ。ちょっと明日の朝ごはんにしようかな。よし、じゃあまあ今日ちょっとね、僕は朝少し遅めだったんですけれど、みんなは朝ごはんゆっくり食べれたかな、朝の時間ゆっくり過ごせたかな。はい、これから朝出かけると思うんでね、朝見てる人は。なので、今日も一日無理せず、焦らず、のんびりと一緒に頑張りましょう。はい、じゃあ、いってらっしゃい。頑張ってね。